今日も皆さん森脇亮太の YouTube チャンネルに遊び来ていただいてありがとうございます。今日も皆さんと楽しい動画を作っていきたいなと、作っていきたいな、おかしいな、楽しい動画を見ていただきたいなと思うんで、最後までご視聴ください。よろしくお願いします。今回は、皆さん結構気になっているところだと思うんですけど、はい、J リーガーのお金事情、うん、はいはい、聞きたいです。なるほど。お金は、年給料自体は年俸と、はいはい、あと出場給、勝利給、年俸、出場給、勝利給で、あとは無失点給、あとは連勝給、順位給。あ、順位給ね。じゃあ順位が上がれば、そうっす。例えば1位にいるといくら、2位にいるといくら。でもこれは僕が経験したのは2クール目からとかですね。2クール目っていうのは一通り18チーム J1 やったら18チームかな、うんうんうん、いて17チームと対戦した後に、はいはいはい、その順位を見てそっから、2クール、次の2巡目、うんうんうん、2巡目から順位級とかが入ってくるっていう感じですね。ちなみに勝利級はもちろん出場した選手だけ。勝利級は出場した選手だけですね。ベンチに入ってて出場してない選手は、そのパーセンテージの割合で減ってくるんで、うん、ゼロじゃないですけど、うん、ちょっとの金額はもらえますね。あ、うん、じゃあやっぱ試合出る、試合出ると、そうっす。だっはなかなか、だから、試合に45分以上出ればマックスもらえるんですけど、だ46分か、うん、だから前半出て後半1分でも出れば、うん、マックスの勝利給を支給してもらえるっていう感じですね。で1分でも出ると半分なのかな、確か。まあ、で俺もね、あんまりね、そこのなんていうのかな、インセンティブとかその部分のパーセンテージをあんま詳しく見てないんで、ちょっとこれが正しいかどうかちょっと分かんないですけど。じゃあやっぱり、ね、アピールするんですか、うん、俺出してください。めっちゃアピール、目でする、この堂々と俺もう残り1分チームが勝ってるんで残り1分出してくれっていうのは言えないから、目で俺準備できてるよ、監督いつでも声かけていいですよっていうアピールはめっちゃしますね。だからちょっと動いてなくても監督の方パッと見て、監督と目が合ったら急にもも上げしたりとかもう全然準備できてるよみたいな、そんなんは結構あるかな。だから本当に試合勝ってて、よくあるのが、最後ロスタイムで、呼ばれて出場します、だけどなかなかボールが外に出なくてピッチの横で待ってる時にどん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 時間がなくなっていって、例えばそこで立ったまま試合のホイッスルを聞くとチームは勝って嬉しいんだけど、あー勝利球が入ってこないっていうのはある、ある、絶対に。1秒後にピッピッピーって笛が鳴って試合が終わってもそれは半分はもらえるんで、ボールノータッチだけど、もうよっしゃみたいな、そう、だみんな心の中ではおし勝利球ゲットっていうのは絶対あると思う。なるほどね、そう。今の大丈夫、大丈夫、それはやばい。まあでも大丈夫か、大丈夫なんかな、ちょっと変うまくしてもうなんか面白いけどね、面白い、今のおもろいよ、今のおもろいよ、ね、よしって、あんま声を大にして言えないけど。なるほどね。ちなみにその年末でしょ、シーズン終わった後は、毎年交渉というか、うん、があるんですか。交渉が大体ありますね、うんうん、でその時はどういうことやるの。その時は、もちろん年俸提示がある前に、うん、1年間の振り返り、うん、総括って感じですね、うんうんうん、で、クラブとしては評価してますとか、うん、よく頑張ってくれたね、またもうちょっと頑張ってくれないと困る、怪我が多かったねとか、うんうん、そういうところを指摘されて、うん、じゃ あ契約書を出されて、うん、これですって、金額はこれでお願いしますっていう
感じですね。あで、うん、一応もっと上げてくれさみたいな。はもうそこではもう交渉しないです。それを一旦受け取って帰って、うんうん、で代理人とかがいたらそれを代理人に報告して、うん、で、いろいろコミュニケーションを取って代理人の方にそこの交渉は任せるっていう感じですね。だから自分がお金の交渉をするとかっていうのはもうごく稀ですね。代理人さんがいないとか代理人がいてもあ自分でも言いたいなと思ったら言うっていう感じですね。代理人さんって 何者なんですか。いや何者何者って難しい。何者何者そういう職業なの。そうそうそういうもうエージェントっていう職業なんで、っていう感じですね。だから僕とかはもう交渉する時ももうなんかこういう性格なんでもう強化の方にもうすいませんあげてくださいよもうちょっとお願いしますよって言って言ったりそういう感じですね。結構和気あいあいと、あの契約交渉をするっていう感じですね。いや人によっては言えない人もいや中にはいると思うんで、だからそういう言えない人たちはあのエージェント契約を代理人さんと結んで代理人さんに代理人に言ってもらう交渉してもらうっていう感じですよね。怪我した時ってどうなんですか、その間。怪我した時、怪我して1ヶ月出れないってなった時は入ってくるんですか。は給料だけですね。給料は入ってきますね。はい、だから本当にね、あの給料もちろん試合出てない勝利給とかはね入ってこないですけど給料入ってくるんで、あの去年参加で、僕自身怪我も多かったんで、うん、1ヶ月2ヶ月弱離脱する時もあったんですけど、その時にはあのトレーナールームで治療とかしてたら、あよく選手から給料泥棒とかもうめちゃくちゃそんなんは言われますね。もうなんで寝てばっかなのみたいな、なんでベッドで、そこがあなたの仕事じゃないよっていう、いやそうなんだけどもう裏も痛いしって思いながら、うん、一番長い怪我でどれぐらい。でも4ヶ月4ヶ月4ヶ月かな。広島の時に半月板を膝を怪我して、でトータル4ヶ月近くはかかりましたね、その最初の怪我から入れて。だその時はやっぱね、選手ってね、やっぱサッカープレーしてなんぼのところがあるんで、外からみんなのプレーを見るっていうのは結構悔しい気持ちにはなりますね。もちろん勉強にはなるんですけど、だけど悔しい気持ちの方が大きいですよね。やっぱり人によっては怪我に強いというか全然怪我しない人もいます。全然います。本当もうすごいですよ。怪我だから何もトレーニングしなくても怪我しない選手もいるだろうし、ね、トレーニングをバンバンするけど悪く怪我する選手もいるんで、まあ本当に怪我はね、防げる怪我とね、そうじゃない怪我があって、そうじゃない、どうしようもない怪我っていうのはもうサッカーにはつきもんなんで、しょうがないかなっていうのはあるかな。でもね、怪我はもうしたくないですね。本当に年齢も重ねてやっぱりね、怪我とかも年齢のせいにしちゃいけないな、しちゃいけないけどね、怪我しないようにもっともっとサッカー選手として長く現役を続けられるように怪我予防っていうのはしていきたいなっていうふうには思ってますね。でそのオフシーズンにも給料も入ってくるってこと。オフシーズンにも入ってきますね。そうなんです。1年間契約で年俸を毎月払ってもらうみたいな感じ。年俸を増やせば毎月払ってもらうみたいな感じ。2月1日から契約で1月の31日まで契約期間があるのかな。1月31日の何ヶ月前かな。俺もちょっとね、契約のこと選手なのに全然詳しくなくて何ヶ月前にそういういろんな契約更新する通達を言わなくちゃいけないとかっていうルールもありますね。あ、ちなみにあの優勝した時に賞金もらうじゃないですか。はいはいはい、あの賞金はもらえるんですか。あの賞金はもらえますね。あの賞金から選手に分配されるっていう感じなんで、うん、だから優勝したらあの選手ももらえるし、もちろんスタッフももらえるし、クラブに関わる人たちは全員もらえるんで、だからみんながハッピーですよね。なるほど、うん、
じゃあチームが全部取るとかじゃなくて、じゃないですね、うん、それはもうみんなに振り分けしてて、もうそれチームが取ったらもう多分みんなもう怒るんだろうね。ちょいちょい待ってくれよってね。それ俺らにもね、クラブスタッフにもね、支えてくれてる人たちにも還元してよっていう風に多分ね、うん、なるのかなっていう、優勝し嬉しいもあるし、うん、ちゃんとみんなにもそのスタッフも含めて、そう全員お金もそうボーナスが入るんで、も含めて、うん、まあ、あれは本当にやったっていう、ね、そうっす、だから本当にね、やっぱもういろんなもう3つ4つっていう感情が、うん、あの優勝の喜びには雄たけびには入ってるかなっていう、うん、ところですね。いやそれこそあの1年目の時とかはどうなんですか、うん、給料少ないんです、めちゃくちゃ少ないですよ1年目は、もう、もう1年目は本当に、で C 契約 B 契約 A 契約っていう契約形態があって、はい、で C 契約の人はもう480万円っていう上限が決まってるんで、それ以上はいかない、それ以上はいかないですね。なんで勝利給とかはその時ももらえる、勝利給はその時もらえますね。だけど多分多くのチームでそうだと思うんですけど、 C 契約 A 契約 B 契約によってあの勝利給の額も違ってきますね。やっぱ A 契約が一番多い、で B 契約も A 契約と一緒なのかな、で C 契約はその A 契約 B 契約よりやっぱ少ない、それはどういう基準で ABC は選ばれてる、それは出場時間ですね。で C 契約から B 契約 A 契約になるためには J1 で450分で J2 で900分だ、さ900分ですね、分数で、分数で、でそれを到達したら、B 契約 A 契約に移行できるっていう、ランクがランクがあるんで、でもっと面白い話したら C 契約の選手はロッカーが A 契約 B 契約と別のチームもあるし、そうなんですよ。だそういうところで結構 C 契約の人たちはシビアな、だからより試合に出て、A 契約になりたいっていう気持ちはみんなこう強い気持ちを持ってるんじゃないですかね。なるほどね。だからハングリーさがね、監督とかは練習中とか見てるんですね。もちろんです、もちろん練習中、試合中、うん、全てを見て、そうっす、こいつだみたいな、そうですね。だからもう本当1週間見ていい選手を試合に使うっていう、まあ、監督によってその基準はいろいろあると思うんですけど、まあ、監督が全部決めて、試合の先発メンバーを決めるってところですね。だから試合も大事だけど、もうサッカー選手は練習場からもうバトルは始まってるよっていう、 いや俺なんかもうこのゴマすりばっかもう常にもう用意しといて、そう監督ってもう大体、大体跳ねのけられるんだけどね。だけどねここまでね10プロ十何年間はこのもうゴマすりだけで生きてきた。もうだからもうここがすり減ってもう痛い痛い、本当にどんだけするんだっていう。まあ、でもやっぱ試合に出てやっぱり初めてこう給料お金の件についてはやっぱり変わってくるっていう、そう変わってくるんで、やっぱりサッカー選手にプロに なったけど、C 契約から A 契約になるとようやくこうプロ選手になったっていう実感が湧いてくる、結構シビアな大変な世界なんですよね。ちなみにヨード君は C から A に上がったのって何年ぐらい経ったの？1年目全く出れずに、うんうん、で愛媛に行って、うん、2年目愛媛、そうです、2年目愛媛なんで、うん、2年目に、B 契約かな、いや A 契約か、うんうん、A 契約になったっていう感じです。じゃあ、まあ、丸1年はずっと C 契約で頑張って、丸1年は C 契約ですね。なんでまたねこうレンタル元で A 契約になるのと、うん、プロをスタートしたところで A 契約になるのでも、うん、その A 契約になった時に契約を見直しの交渉するんですけど、うんうん、レンタル先で A 契約になった時の方が安いんですよね、うん、お金が A 契約、 C 契約から A 契約にはなるんですけど、うんうん、ちょっとそのプロをスタートキャリアをスタートしたチームで A 契約になるよりかはほんのちょっと安いですね、まあ、それもまたねチームによっていろいろ変わると思うんですけど、確かに確かに自分の体験談としては少なかったですね。だからそれは要は広島でサンフレッチェで
結果残してないだろうとっていうので多分若干の変動が、なるほどね、あったかな。けど1年目でも言うてそんなひもじい感じではないですよね。その全まあでも今日はパン1枚だとかはないですよね。ないですけど、でも本当に愛媛 FC に行ってその給料の差というか、もう本当厳しい世界だなっていうのは思いましたね。はい、皆さん、今日も最後まで、森脇亮太の YouTube チャンネルをご覧いただき本当にありがとうございます。今日はサッカー選手のお金にまつわるお話をさせてもらいました。皆さん楽しんでいただけたかな。これからもセキララにいろんなことをこのチャンネルで話していきたいなというふうに思ってるんで、これからも皆さん、熱い熱い熱いサポートをぜひよろしくお願いします。それでは皆さん今日もいい夜を。バイバーイ。イエス。